美味しい。そうですね、エビフライも。はい、こんな感じで出来上がりました。よいしょ。はい、今日は業務スーパー購入品に引き続き業務スーパー帰宅後ルーティーンをやりたいと思います。今日はね、野菜とお肉たくさん買ったので野菜ミックスのストックだったりスタッシャーを使って保存していくので冷凍してこのまま加熱するだけでできるようなものだったり、あとは大量の鶏肉などの下処理をします。今日はね、大量の鶏肉の下処理も自分でやっていきます。まずはね、冷凍庫がいっぱいなので前回買った牛すじ入りコロッケをお昼ご飯に揚げるところからスタートです。ストーブのお鍋もそろそろ油をねいっぱいこう吸収させてあげないといけない時期なので今回ストーブでやります。そしてこれは福生よりマリリンちゃんからもらったコットンオイル、これをねちょっと入れて揚げるとすごいカリカリに出来上がるらしいです。いい色ですね。今エビフライも揚げてますよ。ちょっとエビもコロッケも美味しすぎて揚げながらどんどんなくなる。やっぱ揚げたてを食べるのがね醍醐味ですから。横では次男くんの離乳食のお魚に火を、カレーに火を通してます。これも冷凍してあったので離乳食のストックを作ります。カレーを茹でて片栗粉でとろみをつけただけです。もともとの魚 の塩味もついてるからご飯とこれを混ぜて魚ご飯にしてもよく食べるので、これを小分けにして冷凍しておくのもいいし、半分は野菜とかと混ぜておやきの材料にしたりもできます。冬になって豆乳を飲むスピードが遅くなって2本余ってるんですよね、まだ。なのでこっちが1月30までだからもう飲まなきゃ。もう喉乾いたので今日のお供はトマトジュース。おいしい。はい、じゃあまず野菜切っていきます。いや、トマト洗っていこう。熊本県産、宮崎県産2つ買いました。いつものミニトマトより小さめの。黒いたまに泥汚れみたいなのがついてるから、お野菜洗うやつ置いておきます。ボウルに水をためてブロッコリーを下向きに洗います。ブロッコリーは傘を下にしてこれをこのお水張ったまま。エビリーフは火の中で洗って水切りします。トマトジュース、洗ったらで水を入れて、でこのまま冷蔵庫に保存しておきます。ミニトマト、これ楽天ルームに貼ってるリッチェルのボールなんですけど、このままボールになってここにね網目があるのでこうやってこのまま水を流せます。2枚重ねなくてもすごいいいです。でこのトマトのヘタを取っていきます。トマトのヘタは雑菌が多くつけたままだと腐りやすいので取ってます。ちょっとねこのトマト小さくて量が多いのでちょっと大変。洗っておいてヘタを取ってちょっとご飯に出したりとか自分もパクッと食べれるし子供のおやつにもなるので便利で、いつもスーパーに行ったら絶対ミニトマトはいくつあってもすぐなくなるので買うし、こんな感じでいつも冷蔵庫に保存しています。
ょっとこう割れてるやつとかはもうね、足が速いように食べちゃいます。葉っぱ取ったらなんとなくね、ベタベタ触ってるし、ザラッとサクッと洗っておきます。はい、 OK、 これはこのまま冷蔵庫へ。はい、じゃあ人参から、野菜ミックスを作っていくんですけど、野菜炒め用とシチューかカレーか煮込み用のお野菜2つ作っていこうと思います。人参は皮ごと使っています。なんか泥付き人参とかだと洗っても洗ってもなんか皮に泥がついてる感じがして剥いたりするんですけど、基本的にはこの皮のまま使います。皮に栄養がいっぱいあるらしいのと、あと本当はなんかこれ皮じゃなくて、人参の皮はもう洗って出荷されてる時点でなんか薄皮が剥けてるらしいです。で煮込みを、これはシチューかカレーか、小松菜、すごい泥がついてる、キャベツ、あとキャベツはこんなにいっぱい使わないので使う分だけ切って洗います。軽くスプレーして置いておきます。かぼちゃ取って、で、皮までね食べるので、皮の部分を重点的に洗います。洗ってでスプレーしてます。あとは玉ねぎ、玉ねぎは今回買ってないんですけど、お家にいっぱいあったんですよ。ミンチを玉ねぎと合わせてミートソースのストックにして、豚肉は生姜焼きのストックにしようと思ってます。玉ねぎは3つ1個半ずつ使っていこうと思います。玉ねぎの皮を剥くとまな板が汚れるから、1回洗わなきゃなのがちょっと嫌ですよね。なんかこの皮を剥くのってちょっと手間ですよね。だからまな板ごと洗わなきゃ。玉ねぎはみじん切りとスライスにしていきます。みじん切り、このブンブンチョッパーでやると涙が出なくて本当にいい。スライスでも今のところ涙が出ない。それでもちょっと目が痛い。は先にお野菜、このブロッコリーのやつに入れて冷凍するので、ブロッコリーがね火が通るのが早いので、ちょっと細かげ、ちょっとかぼちゃもちょっと細かめがいいかなと思います。かぼちゃ入れるからやっぱカレーじゃなくてシチューかな。
はじゃあかぼちゃの煮付けにしようと思います、うん、こんだけ冷凍してでこっちは小さめのお鍋でかぼちゃの煮付けにします。お水張って火にかけておきたいけど音がうるさいかな。小松菜は炒め物の方に入れます。この炒め物の方は野菜炒めでも焼きそばでもいつもの野菜炒めからの焼きそばでも使えます。あとはこの炒め物の方にキャベツも入れたかったんですけどちょっと小松菜が多めだった。はい、もりもりです。あとは今日ねコロッケも揚げたのでそれの付け合わせにサラダに使おうと思います。キャベツ、お肉、豚肉はこっちの生姜焼きに使います。豚肉をミンチもこのままみじん切りの中に入れちゃいます。このミンチと玉ねぎが入った中にトマト缶を丸ごと1個入れちゃいます。はい、トマト缶より味が凝縮されたケチャップを大さじ1入れてちょっと濃厚にするためにオイスターソースも大さじ1入れてあとはコンソメ大さじ1、ニンニク刻みニンニクも大さじ1ぐらいで、蓋をしてこのミートソースに人参入れようとしてたんですよ。忘れてましたね。一瞬でみじん切りです。このままね電子レンジでチンしてもうミートソースにしちゃうんですよ。なので炒めないのでオリーブオイルも少し入れておくといいみたいです。結構分量多いので味が足りないかもしれない。コンソメもうちょっと多めの方がいいかもしれないんですけどうちは次男がまだ1歳なのでちょっと薄めで作ってます。あでもね今生で味見できないので薄めに作っといて後で調理した時に塩とか出せばいいと思います。あとこっちですね豚肉、そうそうそうこうやって調理するのにもこのマチ付きスタッシャーいろんなサイズあると思うんですけど私はほぼ全サイズ使った中でこのマチ付きが一番使いやすくてマチ付きばっかりです。その理由の一つとしてこうやって立ってるんですよね。今立ってるからすごい調理がしやすい。他のものは立たないです、まあ、これちょっとちっちゃいんですけどマチがないから立たないんですよね。なのでマチ付きが私は一番使いやすい。はい、でこっち生姜焼き醤油、みりん大さじ1、酒大さじ1、そして国産刻み生姜を入れます。ちょっと足りなさそう、大さじ1じゃ玉ねぎから水分出るから醤油とみりんだけ大さじ2にして酒は大さじ1でいいや。でこれは1歳の次男は食べないので生姜入ってます。で長男は生姜入ってても生姜焼きは食べるので生姜入れてます。このままこう揉み込めるのもいいですよね。でまあこうやって揉み込めるのはジップロックとかああいった保存袋も一緒なんですけどこのまま調理できるっていうのはやっぱりスタッシャーならではだなと思います。エコですし繰り返し使えるし。はい、生姜焼き完成。野菜炒めとか炒め用のお野菜ミックス、そしてこっちがかぼちゃ系かぼちゃブロッコリー煮込み用の野菜ミックスです。この生姜焼きとか野菜ミックスはいつもやってるんですけどこのミートソースは本屋さんでなんか立ち読みした時に見かけたレシピで、まあもちろん全然完璧一緒ではないんですよ私の大雑把レシピなので完璧レシピではないんですけど
はい、今カメラが熱くなって切れてる間に洗い物も済まして、かぼちゃの煮付け、かぼちゃの煮付けも作っておきました。はい、それではこのお肉をやっていきます。まずはドリップを切ります。鶏のドリップを拭き取って、で今回この大きいスタッシャーには丸々入れていきます。小さめのお肉を3枚こう全部皮を下にして入れました。そしたらこの中に醤油とね、みりんを入れて照り焼きにしていきます。大きいやつは鶏肉が丸々入るのがありがたいんですけど、この立たないのがちょっとやりにくい。醤油大さじ3、みりん大さじ2で、なんとこのままオーブンで、このスタッシャーのままオーブンで焼くので、なので油も少し入れておきます。オーブン入れるので熱に強いアボカドオイルにしてみます。これもね、その立ち読みした本で見たんですよね。はい、これだけです。このまま冷凍して、でスタッシャーの口を開けてオーブンで40分から45分焼くだけでチキンの照り焼きができます。あとはは鶏3枚分唐揚げにしようと思います。残り1枚は細かく切って、子供と私のお昼用の親子丼にします。親子丼とかは細かいお肉の方が子供食べますよね。はい、で唐揚げは鶏3枚入れたので大さじ3、大さじ、あとニンニク、お塩少々、あと冷凍せずに作るときは和風だしなんかも入れたりします。親子丼のお肉はいつも味付けしないんですけど、でもちょっとだけめんつゆ入れといて、あのお肉に味が染みてると美味しいかもしれませんね。楽天でね、この大沢の有機めんつゆっていうのを買ってみたので、これを開けて、で、OK。 はい、これで全て出来上がりました。はい、こんな感じで出来上がりました。こういうのをね、土日主人がいる時に子供を見てもらって作っておくと、平日ね、楽できますよね。こういったものがね、冷凍庫にあると安心するし、時短になりますよね。スタッシャーは楽天で買ってルームに載せてます。こちら生姜焼き冷凍しているものでカチカチになってます。口を開けてちょっとだけお水入れて、口開けたままこのまま電子レンジでとりあえず10分です。電子レンジに入れる時もこのね、待ち付けだと立つのですごい便利です。はい、熱っ。10分出来上がりました。今、次男を抱っこしながらぐずってんだよね。で、こうほぐして、で、こうほぐして、ちょっと取れないよ、抱っこしてたら。こんな感じ、いい香りだね。どう？お兄ちゃんは鼻がっぱ見てます。そうそうそう、押さないでね、ボタン。これ混ぜて、もう10分チンしたら出来上がり。こうぐずってね、抱っこから離れない時とかいいですね、火を使わなくていいから。はい、できました。キャベツを用意したので、よいしょよいしょ。お肉だね。あ、出来上がりです。スタッシャー便利。こちらミートソースの素もカチカチに固まってます。これも口を開けて、動かさない、口を開けて電子レンジで10分温めます。はい、
こんな感じです。これをまた混ぜるか、私はこのままこう周りを揉みほぐしてまた10分チンします。できました。火を、ね、かけずに電子レンジなのでちょっとお肉赤く見えますけど火が通ってます。そしてなんかね、見た目はねあまり美味しそうに見えませんが味はめちゃくちゃ入ってて美味しいです。はい、こちらはカチコチに凍った、鶏の照り焼き、鶏肉が切らずにそのまま3枚入ってます。口を開けて、でこの凍ったままオーブン190度で40分ぐらい焼くそうです。このままオーブンに入れちゃいます。私もちょっと初めてやるのでどんな感じになるか楽しみです。はい、できてるのかな。中はちょっと生ですね。中が全然生ですね。40分じゃできないぞ。これはなんかフライパンでやった方が早い気がする。もうちょっとこっからはフライパンでやります。お肉？そうだよ、先食べたいくらい。えやっぱりちょっと焦げちゃったけどね、調味料入ってたから。それでは最後までご視聴ありがとうございます。また次回のビデオでお会いしましょう。さよなら。